どうも、テリヤキでございます。今日はゼイヤーベリオンズやってきますよ。さあ、まずですね、始まってからまあ5体ユニットが与えられるんですね。でこの5体を使ってこの周りをねまず探っていく。でまずね、建てるの、家を建てないといけない。ドンドンドン、家を建てると人が増えます。で人が増えると畑を耕させたり、木を切らせたり、魚をね取りに行かせたり、石を掘らせたりすることができます。で序盤建物を建てるのでね、木が必要にあるんですね、やっぱり。だから僕はまず木をね、ここにちょっと木こり小屋を建ててね、木を回収していきます。そしてまあ今届かない範囲に関しては建物を建てるのには電力の届いているところじゃなければ建てれないので、あのようにね、まあ電力の中継所みたいなのを作らないといけないんですよ。さあ探っていくぞ。うわー、上にエラいっぱいゾンビおるな。まあああいう風にゾンビがねいてると、北の方に勢力を伸ばす場合に非常に邪魔になりますから、削っていかなきゃいけない。クリアにしなきゃいけないからね、お掃除しなきゃいけない。まあ、そこでこの2匹のユニットを使ってまあなんとかきれいにしていきながら、まあユニットってレベルアップするんで、まあ例えば銃を撃つ間隔が短くなったりとか、一発のね銃の威力が高くなったりとかするんで、まあできるだけねこのゾンビを殺させて経験値を積ませたいわけですよね。でこのゲーム、食料、電力がすごく重要です。食料と、まあ、電力はなぜ必要かっちゅうと、食料と電力があればまあ家を作ることができる。で人を作る、人を作ってより多くの資源を得るためにね、まあ食料や石とかに振り分けていく。また家や電力が足らなくなる、家を作るっていうね、まあその言うたら繰り返しでどん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 広がっていくわけですよね。人を増やさなきゃいけない。人を増やすためには食料と電力が必要なんだと。最近覚えてんけど、こういうふうに兵士のね行動をこういうふうにしとけばパトロールさせることができるんだよね。だからより広範囲に守ることができると。でその範囲に視界に入ったゾンビを攻撃してくれるんで、一箇所にこう留まらせておくよりもね、広範囲に守らせることができると。よーし、食料と電力のサイクルがうまいこと言っている。おかげで家をだいぶ建てることができた。さあそれでは研究所を建てる。開発しなければならない。開発できるものを簡単に説明しておきますと、上の段のね、左のなんかレンズがついてるような建物は、まあ視界を広げることができる建造物。でその次の右側、上段のね、左から2番目はトラップ。でちょうど中段、左から順番に家をアップグレードできます。人がだから一つの家から多く生み出すことができる。左から2番目、農場を作ることができる。これによって食料をたくさん作ることができる。左から3番目、マーケット。一つの家から回収する金ですね。を多くする。ものを売ったり買ったりすることができる。で、一番右はさらなる技術を習得するための建造物です。一番下の段の、左の方がスナイパー。そしてその右側がバリスタ、まあ、防衛施設ですね。まあ内戦においてもね、
まあ、軍事においてもすごく重要な施設ですね。まあ、僕がまずねプレイするときはもうこの施設をいかに早く作って、まあ家とか農場を早くね開発いかにするかというのがもう目標ですね。まず最初のこの施設で開発することによって、まあ人を生み出すこと、そして食料を生み出すことがかなり飛躍的にアップします。でね、やっぱ後々大量のゾンビが攻めてくることを考えると、まあできるだけ狭い道を効率よく守りたいよね。でね、これまあ拡張したいんだけど、下の方見えるかな、これゾンビのねおる巣窟なんですよ。で、あの付近でまあ銃を使うとゾンビのそのなんていうの、街からいっぱいゾンビ出てくるんだよね。だからある程度兵隊ユニットが揃うまでちょっと放置しておきます。で、家を建てる、で資源を取る、で大きな建造物を建てる、ためにはもうたくさんのね土地が必要で、やっぱり電力を作ってその広げていかなきゃ、とてもじゃないけどこの狭いエリアだけじゃやっていけないから、建てれもうほら建てるスペースがだんだんなくなってきてんのよね。そう、広げていかなきゃいけない。今回ね北の方に広げていこうかな。さあ研究所でね農場を開発したんで、まあちょっとこれ見てもらいたいんだけど、食料がまあ本来普通の畑の5倍かな、うん、5倍、約5倍の食料をまあ4倍ね、4つのエリアを使うけれども約5倍ぐらいの食料を得れるんで、うん、これはでかいよ。さあ領土と資源を求めて北に北上していきますよ。でね、防衛でまあ今はもう南と東側からの、うん、守り、まあ、壁張ってるから大丈夫やねんけど、このね北西が怖いんよね。北西にゾンビ市街があって、うん、ちょっとこの守るエリアが広い、ここの早いことを左上に上がりたいんやけど、そのためにねゾンビ市街があってすごい邪魔。早いことねユニットを揃えてゾンビ市街を攻撃していきたい。さあ壁をね、うん、と張って防衛していこうか。西から、お、来たか。はい、来たぞ、ゾンビラッシュだ。一定、時間が経過しますと、このようにね、独特な BGM が流れ出して、ゾンビが、まあ、まとまってやってきます。で、どこから、そのゾンビラッシュが来るかっていうのは、左下のね、ショートマップに表示されます。あ、こっちから来るんやっていうのが大体わかるわけなんですね。お、南から来るな。ね、これでわかったわけです。あ、南から攻撃してくる。じゃあ、ここのエリアを、中心に防衛しなきゃいけないということやね。壁を厚くしていきます。簡単に侵入されないように。で、次にユニットを、集めます。ほら、見えたよ。ほら、このね、ゾンビの塊を表す、何やろ、丹下断片みたいな、アイコン、ゾンビアイコンがですね、どんどん近づいてくるんですよ。もうこの BGM を聞くと、ちょっとね、まあ、お尻がキュッてなりますね、お尻の穴がね。やべえな、って。何回このゾンビ、まあ、どんどんね、この程度がひどくなっていくわけですよね。後になればなるほど。さあ、まずは
これ大丈夫やと思うけどな。さあ来い、さあいらっしゃい、ゾンビさん。さあ来るぞ来るぞ。6時の方向よりゾンビ接近中。でね、よくあるのがこのエリアに、まあ、下から来るのに目を奪われて上の方から来て、やられるということもあるのでよく見とかなあかんのよ。お、来た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 、いらっしゃい。よし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 、なんとかなるな。うん、なるなる。なんか南柄のゾンビの量が多いんだよね。多い、これは異常。ラッシュ並みやん。これね、やっぱ市街地から流れてきとるんやろうな、下の。ゾンビが、ずーっと結構大量のゾンビがやってくる。まあユニットのレベル上げにはええけどね。ちょっと、排除したいな。わず、鬱陶しいね。上の方もやばいな、これ。やばいやばい。だから銃声の音がゾンビを呼び寄せる効果があるんだよね。防衛を、バリスタを立てよう。バリスタを立てて防衛していこう。このエリアを。でね、まあ最初の城壁を、まあ突破されてもいいように、二重にしとこうか。念には念を入れてね。二重にしとこう。二段構え。多いんよ、もう入ってきてるもん、ほら。上潰されてるからやばいんよね。めっちゃ多いよ、ここ。さあ、バリスタが完成したらもう怖くはない。一度に5ユニット、最大5ユニットまで攻撃して一撃で倒しますからね、バリスタは。非常に強い。さあ、ちょっと。ここに城壁作るために撃って出ます。ね、あっという間に戦況が一変したね。よしよし、こうしとこうね。撃って出れるようにしとこう。いいぞいいぞ。よし、バリスタ日本体制でいく。だいぶ兵隊も揃ってきたな。ね、下からね、定期的にゾンビが来おるんでね。さあ、軍事ユニットの数が揃ってきたので、今こそ領土拡張の時です。北側にいるゾンビを一掃しながら、家をですね、建造したり、まあ、建物を建造するエリアを獲得するために北上していきます。よーし、バッシバシ行け、バッシバシ。よし、でここ隙間埋めよう。さあ、マーケットを建てる。さっきも軽く説明しましたけども、一つ一つの家のからの税収が増えるんですよね。はい、で余った資源を売ることできるんで、もう非常にでかい。あ、じゃあここ防衛ラインにしようかな。このちょうどマーケットのあたりを最終防衛ラインにしようかな。まあ次のラッシュがね、あの西から来るかもわからないんでね、ちょっとずつ準備しとかんと怖い怖い。よーし、先ほど獲得した土地を家に変えていこう。いい感じいい感じ、いいよいいよ。さあ、一掃したエリアを壁で囲ってさらに北上していきますよ。できればね、
狭いところに壁を作りたい。狭いところに。だからここやったら、まあ、右と左と、細いところに壁を作って守りたいな。今のままではね、この北からの、もし、次のゾンビラッシュが北から来たとき怖すぎるからね。北と西がちょっと怖いな、やっぱ。なんとかしなきゃ。よし、まずは右側制圧しようね。壁を作っといて、ゾンビの侵入を阻みつつですね。あともう左側と上側とね。あれ、ゾンビラッシュ近いんちゃうかこれ。うお、なんか飛び越えてきやがったゾンビが、怖っ。そう、こっちも守りやすいな。まあ狭いからね。まあ壁ちょっとだけで済むからね。よし、この、うん、左と上の部分を、あとは壁で、くぐっていこう。ここを制圧するぞ、まず。よし。よしよしよし。まだ北側におるでしょう、ゾンビが。おるな、おるな。よし、おいでおいで、こっちおいで。迎え撃ってあげよう。こういう風にね、こう一人にタゲ取らせて、で他のユニットで掃討するっていうね、方法も有効です。えらい北側から来んなこれ。何なんだ、もう吸い寄せられるように来よう。よし、電気通った。オッケー、はい、これで一安心だ。左側からこれで侵入されることはないし、こちらから向こう側に移動することもできるね。ちゃんと守りましょう。まあ気になるのが上の方からなんかゾンビがね。おうおう、来たぞ、ゾンビラッシュ。さあユニットを作っておこう。どっちから来るかまだわからない。なんか嫌やな。すごいすごい、毒液吐いてるやつおるし、鬱陶しい。嫌ねんあれ。やばいなこれ。どっから来る。うわ、東からか、東からか。ちょっとそんなことやってる場合じゃないこの。うわぁ、なんかいらんところ、やぶ蛇やな。いらんところつついてもだな、これ。やっべ。上のね、揃えた軍事ユニットを、西側からの防衛に当てたんやけど、なんか今必死になってるもんな。やばいな。どうしよう。まあ、とりあえず、壁作って、抑えんとやばい。プラスバリスタで防衛しようか、今回ね。ある程度バリスタあったら防げるんやけど。どこにバリスタ立てようかな、というね。あまり前すぎたら、やばいんかな。やっぱ前よりは、そこを破壊されたら意味ないからね。層を厚くしとこう。どれだけ来るかわからんけど。まあ、前のゾンビラッシュの数よりも増えてるからね、今回は。やばい。やばいな。やばいな。ね、普通のゾンビに混じって、関節攻撃するゾンビも混じっとるわ、これ。緑色の毒吐いてるやつ。わ、これやっば。やっば、これ、バリ。やばいわ。これ、北側からね、ゾンビの群れを刺激してしまったために上からも来てるわ。うわー、来てる来てる。だいぶ減ったぞ。そう、やばいやばい。間に合うかな。い
やばいやばい。ああよかった、間に合った間に合った。もう来てるもんね。でも熱くしとかないと。うわー、ここで終わりだ。ないな、もう間近まで迫ってる。やっば。うー、怖えー。来た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 ぞ。お、北側からはある程度なんやろ、刺激せん方がいいんやろな。あれちょっと西側からの防衛に集中します。うわ、下から来てる来てる。うん、怖いね、怖いけど今日またいらんのついてもうたな俺。やばいやばい。うわ、西側どないなってる。あーでもバリスタの、バリスタの範囲に入ればなんとかなるかな。それよりも北側の方が怖いわ。そう、ちょっとね、こう、よし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 、ギリギリやけど。あっ、あ、やばいやばい、ちょっと最終ラインの壁破壊されてる。おお、よかった。でもあー、なんとか助かった。危なかったー今の。うわ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 、一個やられてるやん。いや、ギリギリやったね今のは。西側の弱いところをに来たっていうこともあり北側のゾンビつついてあんだけ反撃食らうと思えなかったからな。びっくらこいたわ本当に。まあ、早急に西側の、壁、まあ、壁を作ろうとしたらある程度ゾンビがおるところよりも離れてなければ壁作ることができないから、まあちょっとね、ユニットを作りつつ、まあ、バリスタで防衛しといかなあかんね、これは。特に北側まずい、このままでは。うわ、すごい量おるもん。うん、さあ北側を、北側をやっぱ押し返していくよこれから。ゾンビにまさかゾ、くそ、ほんま、まさかね、押し返されるとはね。ここまでせっかく占領した領土、うん、早急にあのエリアを再奪取、ね、再び奪い返していくよ。よし、バリスタができた。ここで強力なね、防衛施設を作ることによって、うん、まあまずなったここに逃げ込めばね、いいし、まあ拠点をね、あそこに作ることによってね、北にさらに進行しやすくなる。よし、進行開始せよ。うん、予想以上にゾンビの量がすごいなここ。よーし、引きつけとこか。うわ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 、おい、やばいやばいやばい、めっちゃやられる。くそー、よしよしよし、でバリスタにやらせるとね。あのね、関節ユニットがバリ鬱陶しいねあの緑色の毒吐くやつ非常に鬱陶しい。むちゃむちゃ多いぞ。うん、まあ西側からはまあ大丈夫かな。さあこの木の壁を石の壁に変えるために、まあ、次の開発する建造物を建てます。まあものすごい人と資源が必要なんだけどね、特に人やね。うん、よし、やっと建てることができたぞ。やっぱね、木の壁と石の壁と全然ちゃうんですよ、耐久力がね。だからもうほんと早いこと研究したい。まあ、次のラッシュ、うん、結構エグなると思うから、それまでには
ストーンウォールは開発しておきたいな。木の壁やったらやっぱね簡単に破壊されるからね。よーし、やっと右側占領できたぞ。あと左側や。さっきはこの左側とねえ、あ、特に上からやな。あの上からの道をね、占領しようとした時にどえらいゾンビの反撃食らったんだよ。よし、け、まだ。ゾンビがすごいなんやろ。短時間の間に来んねんけど。よしよしよし。いいぞいいぞ。あー、いっぱいいてんねんな、この外にね。よしよしよし、オッケー、戦した。戦したぞ。オッケー、もう完璧でしょ。ここにバリスタを打ち込んだら簡単には侵入できへんでしょ。よーし、押し返した。オッケー、とりあえずさっきね、奪還されたエリアは再ダッシュ成功ということですよ。よしよし、奪い返したぞ。よーし、じゃあ右上だ。次は右上に領土を広げていこうじゃないか。さあゾミ軍、確保したわよ。ほれー、よし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 、こんだけ揃っとったら蜂の巣や。うわ、むっちゃくる、むっちゃくる。ちょっと君らもほんとこれちょっとやばいかもな。あ、右からも来とる。ちょっと来るね。ああ、また関節、あの関節の毒のやつ嫌い、大嫌い。ノリ、おお、厄介すぎる。ちょっとあの毒のやつ腹立つわ。うわうわうわ、やばい、あ、死んだ。うわ、ベテラン死んだ。くっそ、やっば。うお、めっちゃまだ押し返されてる。くっそ、あ、バリスタがやべえ。左もやばい。うわ、デブも来た。やっば、やばい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 やば、デブ。そう、誰、うわ、めっちゃ死んでるやん、めっちゃ死にまくってるやんと。急いで兵隊揃えよう。あー、やばいな。あー、くそ、また打ち返されたぜ。チキショー、もうちょっとだから兵隊を揃えとかなあかんかったってことやな。結論的にはあれだけじゃ足らんかったということやね。で、もう一つ思ったのが、あの、敗因は何かと思ったら、あの、中距離の、あの関節ユニットが鬱陶しい、かなり。緑の毒吐いてくるやつ。あいつにしてやられてる気がする。あいつ仕留めるためにはやっぱスナイパーやな。スナイパーがおったら、あの緑色の範囲よりも広いから、これスナイパー揃えなあかんわ。スナイパーたくさん揃えたらパーフェクトやわ。距離のこと考えねえからね。よしよし、次は負けんぞ。さあ、失われた領土を取り返しに行くぞ。何回取り返しに行ってんねん、ここ。ほんま、早いこと早いことなんとかせなあかんわ。ほら、スナイパーライフルあるんや、こっちは。よし。ね。
拡張していこう。もう北から侵入されたらあかんぞ。もう大変なことになるぞこれ。けいけいけいけ。おお来た来たな。もう早いこと肩つけたいんやこれ。北側からのラッシュというか、めっちゃ多いなやっぱ。またまたさっきと同じような状況や。やっべ、むっちゃ来る。腹立つなほんま。やばいっちゅうね。やばいやばい。こう北に兵力を咲かされるというね。バリスタ一本で持ってく。あー来たな。西側から攻めてきたか。まあここはバリスタに任せて西側からのラッシュに備えよう。このままじゃまずい。さあこのインコースの方のね防衛力を高めるために、ああまだ、ああよし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 、バリスタをもう一個作っておこう。よしよしよし。まあちょっと木のね壁を頼んないからね、補強しとかないと。よしよし来い。さあ地表上に近づいてきているぞ。大丈夫やな。まあ上からはね、まあ積極的に来るわけじゃないんでね、まあ大丈夫やと思うけど、まあゾンビラッシュはほんま殺しに来るからね。もううわ来た来た。もうちょっと前に出ようか。どんなもん。そうかそうか。さっき立てたバリスタが効いてるね。オッケー、もり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 減っていってる。大丈夫大丈夫。よしよしよし。オッケー。よし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 。オッケーオッケー。次回予告。町の北西にあるゾンビがよく攻撃するぞ。そして福田くん、この大量のゾンビ一体どうすればいいんだろうか。次回お楽しみに。